えー、こんにちは。即価塾の久保でございます。まあ、いつもね、FX の相場解説をお届けしてますけども、えー、まあ、こういった意見があるのもしょうがないかなと思ったんで、これは真正面からお答えしようと思います。えー、その方がね、まあ、言われるのは、その方だけの考えではなくて、多くの相場解説を目にする方、耳にする方が思われてると思います。これは私に対してというよりも、ほとんどの発信者の方に対して思うんじゃないかなと思うんですよ。それはですね、まあ、チャートが動いた後に、 実はははこういういな動きは私は分かってましただから私はここでエントリーしたんですよ。で、ここでこういうふうに儲かりましたっていうふうになんか後からねいろんなことを言って自分はすごく分かってるんですっていうふうな後付けの人がいるっていうふうにお感じになってる方はいると思うんですよ。ね。私もだからねそういう解説をすることもあります。それはなぜかっていうと私の場合はあ今までね私がこういうふうになるんじゃないかああいうふうになるんじゃないかっていうふうな未来の解説,解説をしてるのと同時に 今までのことを振り返ってるからなんですよ。いや、この1週間はこうでしたねと仮説が合ってましたね。ここで間違ってましたねみたいな感じで、半数と検証してるわけなんですよね。それを繰り返すことによって、私の相場解説が将来なくなっても、自分一人で判断できるようにしてもらうためなんですよ。つまりは、反省と咀嚼と未来への考察。この三位一体でずーっとやってるわけなんですよね。で、ここから大事な話ですけども、私の相場解説、どうですか、ね、これからこうなりますよ。 ここの水準でエントリーしますよ。だからエントリーポイントを待ちましょう。みたいなことを言ってると思います。で、え結構ね、自信のある時は、ロット、ロットじゃないわ、あの、値動き、値段のね、下3桁まで言ってるんですよ。例えば、えっ、ー、と、125円の784でエントリーみたいなね。こんな言い方してるわけですよ。で、どこでロスカットラインを引くか、どこでテイクプロフィットするかも、下3桁まで言うことが、まあまああると思います。つまりこれ、予告をしてるんですよ。 でもこれ外れることもありますんでね。私はこうしますよってことに留めますけども、これがかなり当たっているのは、ずっと私の相場解説見てらっしゃる方は、あ、確かになと思う部分が多いと思います。で、私のエントリーに相乗りすると、大抵利益取れるんですよ。ただそれをね、やんないでくださいね。というのが、私は考え方をお伝えしてるんであって、あの、私と一緒にエントリーすのは儲かりますよみたいなことで言いたいわけじゃないんですよ。 そうなると私がずっとね、私の動画がない限りは儲けられなくなっちゃうでしょ。だからコピートレードをしてくださいってことはないんですよ。そうではなくて、そういう考え方と考察を繰り返していくと、私と同じような脳みそができて、FX の思考ができるんだなと。その結果、久保哲郎がいなくなっても、自分で久保哲郎の思考で、もっと言ったらね、これ単なるテクニカルですから。私の勝手な解釈じゃないですよ。 テクニカルをちゃんと理解するとこうなるよね。誰でもそういう風にできるよねってことをお伝えするわけなんですよ。私の個人的な考えなんてないですから。私の個人的な考えが入り出したら危ないんですよ。それは。それは私じゃないとこの解説ができないってことになっちゃうじゃないですか。テクニカルを忠実にやれば私と同じ解説がみんなできていくっていうのが目指すところなんですよ。FX オリガルヒもそんな感じで進めていきますからね。で、もう間もなく私の相場解説、えー もうなくなります。FX オリガルヒのだけしか見れなくなります。まあそうなった時にもっともっと学んでいきたいって方はもう35万になっちゃいましたけども FX のオリガルヒにぜひ参加してください。自分自身でやって今までねいくら損したんですかってことを考えてください。そしてこれからも一人でやっていくんですかってことですはい。ところで昨日のことですけども昨日はね今週は大きくエントリーの予定っていう動画を 出しました。その時点では13、131円の水準をまだクリアしてなかったんですよ。私は131円前後という表現をしました。131円前後で、大きめのロットでエントリーしますよと。倍の方向へね。でそれはね、繰り返し繰り返し、先週から申し上げてました。じゃあ今いかがですか価格。131円の800あたりでしょ。132円ぐらいに迫ってるんですよ。 で、131円前後で倍でエントリーをするということで、私は3ロット積んでます。ね。じゃあ今、いくら儲かってると思います、私がね。予言の通り、予告の通りでしょ。これを繰り返してるんですよね。ですんで、最初のね、あの、多くの方の質問に戻りますけども、後解説じゃなくて、いくらぐらいから、どのぐらいにまで上がるんですかってことを教えてください、みたいな。うん。 久保さんのおすすめのエントリーのポイントを教えてくださいってことですけども、私これね、今までずっと言ってるんですよ。このあたりで私はエントリーしますよと。今までの考え方が、まあ大体合っていたから、これからのシナリオも合ってると思います。だから、この水準でエントリー。時には、うん、125円の750みたいなね、下3桁まで言いながら、そこでエントリーすることをしてますよね。その結果、一晩で30万もかった、40万儲かった人が現れてくるんですよ。ただし、 30万40万儲かった人ってのは、それなりの養生資金と、ロットを積み上げる度胸がある人に限られます。ですんで、資金の少ない人とか、度胸のない人とか、普段0.1とか0.5でロットを積んでる方は、いきなり無茶苦茶なロットの積み上げ方しないでくださいよ。それはね、仮にうまくいき続けても、間違った成功体験になるんですよで。私の言う通りにかけたら、もうギャンブルですからね。 ちゃんと考え方を理解して、あ、なるほど、久保さんの解説は、もしかしたら外れるかもしれないけども、理にかなってるなってことが理解でき始めたらテクニカルが身についたっていう指標なんですよ。そっちが大事なんですよ。考え方がどのくらい熟成されてきたかってことが大事で、目先のいくら勝った負けたっていうのは、あの、本当にね、もう、もっともっと先で気にすることです。だからそこを感じないし、しないでくださいね。どうしてもね、勝った負けたに焦る気持ちはわかりますけども、 それが出てくる以上はギャンブルなんんでですすよ。よ。違うんですよ考え方がテクニカルによっているのか、ギャンブルのままなのか、これがすごくね、危ないところなんで、いくら勝ちました、負けましたみたいなのは、実はね、もっともっと先で気をつけることなんですよ。まあ、心配しなくても勝てるようになったら、一晩、十万、二十万、当たり前になってきますから。でも、当たり前になったらなったで、今度はね、油断しないために、そんな繰り返しをしないように、これもね、お伝えしたいと思ってるんですよ。だからなんですよ。 勝ちすぎたら休むこととかね。ロスカットは堂々と受けることとか。勝ちばっかりを目指していては勝てません、実は。負けた時に、どこに原因があったのかってことをテクニカルの視点で探るのが必要なんですよ。で、それがなかなかできないから、FX のオリガルヒがあるわけですよ、ね。テクニカルってのが、ちゃんと自分は理解して、その通りにできたのか。もしかしたら、テクニカルを全く理解できてなくって、 適当にポン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 ノリでやってるのかそれとも人のアドバイスによってやってるのか大きな違いですからね私は当然ですけども誰にも何も聞いてませんテクニカルに忠実にやってるだけなんですよですので私がトレードが上手ななんんじゃないんですよ。テクニカルがトレードが上手なんですよ私はそれを数学の公式を覚えてそれを例題に当てはめるようにやってるだけなんですよ はい、長くなりましたけど、こんな感じでございます。えーと、現在ね、あ、131円の816です。私がエントリーをしたのが13、131円をちょびっと過ぎたあたりです。131円ジャストと言ってもいいです。だから13、131円前後って言い方をしました。さすがに131円の500を前後とは言いませんよね。だからこう、十分上がったのを確認して、エントリーするわけではないんですよ。 できれば根っこで取りたいでしょ、はい、続きは6月7日の相場解説でお届けしますんでそこで補強してください、はい、今週は私個人的なエントリーこれで終わりです仕事は終わりました <laughs> このタイミングを待ってただけなんでねつまり131円前後になる瞬間をですフラクタル理論のお話もしましたけどもだんだん刻みが大きくなって最後の大きな刻みを取ったらもう上級者はそこで離脱して終わりですから <laughs> だって大きく跳ねるところずっと待ってたわけですからねはいじゃあ以上でございます、はい、相場解説お楽しみに引き続きよろしくお願いします、えー、そして FX オリガルヒは今日が締め切りですえー、価格は35万よろしかったらお申し込みくださいいってらっしゃい